ツイッターですけども、視聴者頭脳
ております。やっほー。今回はですね、レベルを選択できるチャレンジモードか、ランダムで決まるルーレットモードで対戦してもらって、相手の動物を決定し、限り超えさせた猛獣の対決、9種の猛獣から対戦相手を設定できて、まあ、プレイ後、リプレイが放映され、逃げ切りか、成功か失敗かを判定されるゲームでございます。
してなくても小さいやつ。そんなことやってないからないけど、そんなことないぐらい疑いしたのに、ゆりちゃんとかサバンナだと思って。わかった。座れるよ。うん、座れられる。もうちょっと前から。いつも私企画とか
こういう戦い系がすごい弱いんですけど、今回は勝てて嬉しかったです。あ、勝てて、うん、まだわかんないけど、結構いっぱい勝ったので楽しかったです。ちょっと私は今日時間が足りないぐらいまだまだしたいゲームがあるので、また来たいです。楽しかったです。めちゃくちゃありがとうございます。メンバーの絆がより深まった感じがしますので3人だけじゃない、大丈夫です。ここめっちゃ深まったので、また来てちょっと対決したいなって思いました。楽しかったです。みんなでいっぱい遊べて楽しかったです。また来たいです。こういうとこ初めて来れてすごい楽しかったです。悔しいです。本当にいろんな アクティビティできてめちゃめちゃ楽しかったんですけど、本当に悔しいので、またこのチームでねリベンジしたいと思います。はい、私もここ今日初めて来たんですけど、一瞬もできなかったので、ちょっと次はもっと練習してから挑みたいと思います。皆様ぜひ、もうすごい楽しかったと思うんですけども、はい、今回は勝敗がありますので、はい、それでは運命の結果発表に移りましょう。今回のアクティビティ企画の勝利チームは筋肉美女チームでございます。残念ながら2連覇負けてしまったんですけども、はい、まあ、今回ね、負けてしまったチームには罰ゲームがあると、はい、まあ、勝ったチームには実はご褒美もあります。すでに皆さんご褒美が何か、罰ゲームが何かっていうのは、もう持ってもらえます、はい、持っててもらってます。ただ罰ゲーム実はもう発表してたんです。え、覚えてますかね、清水公園っていう前回アクティビティで水遊びしてたんですけど、これ YouTube 見てくれてた方だったら分かるんですけど、実はその時に発表が出てます。ありがとうございました。第1弾2弾あるんですか。2弾あるかもしれない。次回はアスレチックとは限りませんからね。ないんだけど、ね、次回は何でしょうか。ひょっとして真冬の滝行かもしれないんですよ。滝行やってみたい。真冬の企業やってみたい。それでは参りましょう。今回の頭脳チームの罰ゲームはこちら。うわ、またアクティビティ企画として動画になりますので、皆さんお楽しみください。また動画で配信されますので。